どうもバロンザーマスです。本日は茨城大ニュータウン近隣紹介ということですね。はい、茨城大もですね、近年非常に発達しておるということでね、またしてもですね、なんと新店舗が進出してまいりました。非常に近い場所にね、出来上がったんですけども、今回親父の飯屋さんですね、 4.3 キロわずか7分のところにですね、ご飯屋さんができたんですね。まあこれは珍しいということでね、早速出撃したいと思います。まだね、出来上がって、立ち上がってかな、まあ開業1ヶ月以内のねところなんですよ。でまたこれがすごいのがですね、一応四季の味親父の飯屋というお店なんですけども、予約以外は受け付けてません。ですので当日こっそり行ったとしてもですね、あの予約のキャンセルがない限りお店にも入れてくれへんというね、なかなか素晴らしい、あの和食屋さんになるんですね。でどうやら調べていくとですね、大阪市内でですね、料亭をやられておったりして、でその空いた日ですね、この土日だけを営業しているということですね。あの電話予約も携帯のみというね、素晴らしいこう隠れ家的なところができたんですよ。で古民家を改装して、中もですね、非常に美しく、こうのんびりと言いますかね、田舎のね雰囲気を出してですね、まあこの茨城大ニュータウンの良さを目いっぱい出しておるところ、それがこの親父の飯屋さんなんですね。はい、でぜひともね、皆さんにも行っていただきたいということでね、参考の動画を撮らせていただきたいと思います。今現在茨城大ニュータウンを下ってですね、銭原のキャンプ場を抜け、そしていつもの国道沿い出るといったルートになるんですけども、皆さんどうですか、こっちの方にね30分ぐらい多分ドライブに来てですね、例えば泊まり木さんでカフェとかね、伊豆原伊豆ご飯でカフェとか、もしくはこういった親父の飯屋さんでご飯とか、まあ、こういったことでね、一日をドライブで、もしくは田舎で暮らしてみるっていうのはいかがでしょうか。いや割とね、都会田舎なんで楽しいと思うんですけどね。で実際ですね、いつも予約でいっぱいでございます。なかなかね、すざましいほどの名店なんですね。まあこれはまあ現地行ってからね解説しますけども、はい。で特にですね、土日はこちら茨城大ニュータウン方面はですね、たくさんのツーリングのねバイクの人たちとかですね、もしくは車でドライブしながらですね、正面も見てわかるんですけど、これもね朝一やってるんですね。すごい数来てるでしょう。あちこちでね、こう特に土日祝は栄え始めてですね、私も非常に嬉しく思っておる次第でございます。そして今バスもね通っておりますので、これも、JR 茨城駅方面からね、出てきておるということですし、こういうね自転車でねこうツーリングされる方もいらっしゃる、サイクリングですね。はい、この天気のいいこの青空がまた素晴らしいということですね。もうぜひともね、もうなんなら茨城大ニュータウンに物件を買っていただきたいという、まあそういうね、勢い余った話もしたいと思うんですが、実はですね、わずかな距離数でしたよね。もうついてしまうんですね。はい。ですので、まあ担当直入にね、この辺茨城大ニュータウンについて最近の情報をお伝えしたいと思います。令和5年、5月末ぐらいの情報と思って聞いてください。はい。茨城大ニュータウンのね、物件、普通の民間の不動産屋さんだけでなくですね、亀岡市さんがやってる、市役所さんがやってるんですね。SDGs 化ってなるんですけども、まあ、そこにですね、土地の活用についてね、賃貸とか、売買についてのね、サイトがあるんですよ。皆さん一度それをね、見ていただけたらわかると思うんですけども、茨城大ニュータウンの物件、土地出てます。出てます。で交渉のね、まあ、要横断みたいなんで値段がついてない場合もあるんですけども、市役所が管理しているっていうことはもう出どころバッチリってことなんですよ。ですんでね、もし参考になさるんであれば、亀岡市っていうのは、まあ、茨城大ニュータウンに限らずですね、山間部にも多くの町、村を持っております。でそういったところにね、まあ、例えばガレージ基地、車の基地を作ってみたいとかね、まあ、淀港の物置ボーンって、ね、稲葉物置建てるとか、結構ね無条件が多いので、そういう意味ではこう茨城市だとね、まあ、都市整備区域外とか、まあ、こういろんなものがついてですね、まあ、建築の許可いりますとか、そういういろんな難しい手続きがあるかもしれませんが、亀岡市は意外と緩やかな、法律に守られておりますので、まあ、よかったらね本当にポンと行けると、はい、まあ、夢のガレージハウスさんいいんじゃないですか、ね、もう僕も夢ですけどね、稲葉物置、ね、2台分ぐらいちょっと幅広のやつ作ってね、ドア開けても置いとけるような、そういったガレージなんか欲しいなとか思うんですけどもね、皆さんいかがですかと。まあそう言ってる間もう間もなく到着なんですね。目を凝らしていただきたいんですけども、これは茨城大ニュータウンからですね、豊野郡に向かってですね、豊野郡ってのは大阪府豊野郡でございます。だ京都と大阪隣接区、これが茨城大ニュータウンなので、茨城大ニュータウン亀岡市、先ほどの銭原のキャンプ場茨城市で、その後お隣もうすでに入っている豊野郡豊野町でございますね。
まあ、この辺がですね非常に栄えておるということでね、まあ、私とか車が好きなねガレージハウスを希望したいんですけども、まあ、皆さんの中には拠点地ですよね。例えばカヌーされてる方やったら街中でカヌーを保管したら大変でしょ。もしくはたくさんのね書類とか物に囲まれてる方はお家いっぱいになっちゃいますよね。まあ、一番便利なあのトランク系を借りるってやつですよね。まあ、月1万円とか8000円ぐらいですね、コンテナハウスとか借りてですね、そう荷物入れとくよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、こんなところで思い切って物件買ってしまって、土地買ってしまったらね、まあ、多分50万円の土地買ってですね、そこに何でも置けるよみたいなね、自分で小屋建てるもよしですよ。はい。そうなったらやっぱりね、人生って楽しいもんなんですよ。だって自分のものですから、借りてるもんじゃなくて自分のもの、つまり自分のその敷地内だけは自由にしていいんですよね。まあ、賃貸でね、お家借りてもですね、結局壁の穴開けちゃいかんとかね、解約引きがどうのとかそういう話で不安になる方も多いかと思うんですけども、自分の城を持つっていうことはですね、こうマイホームって言ってるんじゃなくてね、まあ、ちょっとしたもの、ちょっとした贅沢としてですね、まあ、2、300万円ぐらい何かを用意しようと思ったら、土地50万で250万で言えばですね、もう完全なガレージハウス建てれるんですよ。そう考えたとき、車1台分ぐらいの遊びっていうのは大人になってありなんじゃないかということで、とにかく強く押してですね、皆さん仲間を増やしたいなということなんですね。はい。私は113万円ですけどね。はい。見て見えますか、この古民家ですね、昔懐かしいね、この天井高のやつね、こう雪を考えてる。はい、着きました。親父の飯屋と書かれてますね。はい。完全予約制でございます。完全予約制。はい、ですから飛び込みで行ってもたまたまね入れる人もいるかもしれない。基本的には予約をお願いしますと言われてしまいます。予約の電話番号ね、携帯番号なんですけども、概要欄に貼っておきます。もしご興味ある方ぜひとも行ってみてください。あとね、店員さんたちに聞いたんですけども、予約でいっぱいなので、あのここでご飯食べた人は次の予約も取って帰るんですって。なるほど、だから馴染み客に囲まれておるということですね。はい、もう自然豊かなこの古民家どうですか皆様ね、本当に田舎にトリップした感じですよね。はい。まあ、ここはね、食事どころになります。ほら、綺麗。ね、ちゃんと整備も行き届いてますしね、お庭もあります。あの、妥協のないね、職人さんがやっておられるだけあってですね、単純な改装とかじゃなくて、めちゃくちゃお金使ってると思います。雰囲気もいい。で左手のね、母屋みたいなところ、煙突立ってる証拠、暖炉がある証拠ですよね。はい。まあ、お庭もほら、ここの外側までね、丁寧に。はい。まあ、立ち上げたばかりですので、胡蝶蘭にいっぱい飾られていると。はい。中入ってみましょう。はい。田舎に帰ってきました。おばあちゃん、おじいちゃん、帰ってきたよ。はい。お水も非常にこだわって、もう何もかもうまかったんですけども。はい。お水とか飲み物はセルフサービスとなっておりました。はい。ですのでね、ゆっくりご飯を食べながら、中にはワインと、ビールを飲まれている方もいらっしゃいました。はい、これコースのみなんですね。もう予約のコースのみ。もう決まっております。で、こうアワビなんですって。はへえ、ね、竹の器に入ってるアワビ。非常に涼しそう。まあ、ジュレですね。はい。ちょっと動画でもちょっとわからないですね。これアワビですよ。高級食材ですよ。はい。まあ、あとでね、お値段も言いますか。お値段もびっくりでございます。はい。で、同日食ですね。こうサラダですね。で、地元野菜を使ったサラダだそうで、やっぱこだわってらっしゃいますよね。非常に美味しかった。ドレッシングがうまいんかな。はい、まあ、たまにね、山菜とかもいろいろ入ってるの素晴らしい。見てください、この、風流ですよね。でね、まあ、お茶、裏千家とか表千家思い出せないのでね、もう素晴らしい。はい、ちょっと心癒して、はい、次の器ですね。はい。これはですね、まあ、肉吸いみたいなもんなんですけど、今日は宮崎牛のいいのが手に入りましたと、お肉が入ってるんですね。はい、そしてメインですね。はい、この手前左は、サバ寿司ですね。器の中は卵とか入ってるんですけども、僕はびっくりしたね。この、サバ寿司を海苔で巻いてるってちょっと意外でしたね。海苔。はい。右がエビまんじゅうですね。はい。これちょっと驚きました。まあ僕はいつも京都の松形屋さんのね、サバ寿司がたまらなく好きなんですけど、それもね、天皇陛下に、献上なさったやつなんです。はい、次、お蕎麦ですね。これまたうまかったな。やっぱ蕎麦いいですね。山で蕎麦を食べるっていいですね。分量的には、レディーだとお腹いっぱいになるかもしれませんが、メンズはちょっと足りないっていうぐらい、量がお上品でございます。その分味わって食べろということがね、伝わってくるのではないでしょうか。はい、お蕎麦も非常に美味しかったですね。わさびをね、ちょいと乗せて、粋にすすっていただきたい、このお蕎麦。ね、はい、美味しゅうございましたよ。はい、すべて自家製なんですね。こだわってるな。まあまあ、料亭の職人さんなんで間違いないですよね。はい。次はご飯ですね。はい。ご飯、これまあ、要はふりかけでね、おじゃことか乗ってるんですけども、はい。まあ、やっぱ地元の、まあ、山菜とか、そういったものをよく使っ
ておられるというのは、ね、よくわかります。魂を感じますね。最後デザートですね、はい、わらび餅でございますね、はい、これもまた妥協なく美味しゅうございました。というわけで以上となります。親父の飯屋さん、ね、四季の味親父の飯屋さんだそうです。大阪府の、豊野郡豊野町で、開業なさいましてですね、もうルート沿いなんで絶対わかるかと思います。はい、でさらにいいのがですね、このなんていうかな、あの多分言い方悪いですけど、僕のね113万円で買った家って家は傾いてるしボロボロやったんです中がね。それをまあ妥協なく、僕は元大工なので徹底に整備してですね、DIY してですね、まあ、天井とかも全て張り替えてですね、今の雰囲気を維持してるんですけども、比較してはなんですけどもあのこちら何一つね妥協なく作られてます。お庭の作り、門構えね、駐車場に至るのもあのちゃんと車を丁寧に置けるように、区分も売ってありますしね。そこから正面を見たらお家が、あ、田舎に帰ってきたなということで、ご飯屋さんという看板が一つもないんですよ。要するにおばあちゃん家、おじいちゃん家に帰ってきた瞬間ですよね。で入って、扉開けるすぐ右手が、まあ簡単に言えば食事を取るとか食堂になっておるんですけども、あのご飯もね釜炊きなんですよ。釜炊きね、あの美味しいから釜炊きじゃなくて本気の釜炊きなんですね。はい、ですからご飯こんなに炊き上がりましたけどみたいな、釜ごともで、まあ、でっかい釜でねご主人さんが持ってきて、はい、これで今からご飯、よそいますぜみたいなね、非常にねあの妥協がない、神は細部に宿ると申しますが、ここまで徹底して自然に溶け込んだ、まあ、食材を使い、それをなんとか工夫と技術でね、もうそれも全てもう一品にしてしまうっていうのがもうね魂を感じ次第でございますけど、皆さんいかがでしょう。こちらについては何度も言いますが、ようやく要ようやくでございますね、はい、もう選ばれし者たちがだけが行けるという意味では、まあ、よかったらねぜひとも同日宿ね行ってもらえたらと思います。最後に気になるお値段なんですが、お一人様コースのみで、3000円でございました。はい、3000円、僕は大丈夫ですかと思いましたけど、皆さんどうですか、ね、結構なスタッフさんなのであれだけのものを立ててですね、はい、改装してですね、素晴らしい料理、アワビも出てくる料理を出してですね、3000円大丈夫って思うんですけども、まあ、そこもねおそらく心意気なんでしょうね。まあ、お店が忙しいのでいっぱい声かけたりできませんでしたけども、よかったらご自身の目でもね、味でもね、試してみてですね、ぜひとも行っていただきたい。茨城大ニュータウンか、ね、周辺10分圏内にあります。今回ご紹介したのは、四季の味、親父の飯屋。以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それでは失礼します。バイ。